雪でできた大きなクリスマスツリーを準備するということで、楓浜がもういっぱい遊べるようにたくさん上でゴロゴロ過ごせるように大きくいつもより張り切って作りました。3歳の楓浜にしてはちょっとお姉さんになった遊び方かなと思いました。